我らが騎士よ、よもや再びお会いできようとは。しかも同じ主をいただくサーヴァントの身同士とは、何たる奇縁。ところで王よ、いささか痩せましたか。いけない、それはいけない。盛りましょう、このパーシバルが。さらに肉と根菜を盛りましょう。私は聖杯を得ることはできなかったが、あの時確かに尊いものを目にした。それは騎士ギャラハットが有する光であり、未来を示す希望であったのだと私は信じている。今もカルデアは物資が豊富なんだね。素晴らしい。飢えた子が一人もいない。ああいや、子供に見えるのは幼年型の英霊であり、英霊は本来食事を必要としない。理解してはいるつもりだが、つい間違えてしまうな。心得ている。あなたはマスター、私の新たな主だ。素晴らしい、ここには槍の強者が集う。うん、いいな。よし、マスター見ていてほしい、我らの手合わせを。ガレス、気候はまだ細い。もっと食べなさい。ほら、たんと。ガレス、なぜ逃げるのです。ガレス。忠義の騎士ベディビエール、久方ぶりだ。何か印象が変わったかな。ケイが常に背負っていた暗いトゲが消えたようだ。今ではただ淡い色をした花が見えるのに。これはスミレ色の、何という花だろう。子は愛であり宝だ。我らが守るべきものだ。カエサル殿、浮気は良くない。マスター指示を。マスター、空腹ではないかな。飢えていては勝てるものも勝てない。面倒くさがってはいけないぞ。ランスロット卿、時に刃を交わし共に冒険を繰り広げた友よ。気候を忘れた時はない。再びまみえることになろうとは。カエサル殿、浮気は良くない。心得ている。あなたはマスター、私の新たな主だ。マスター指示を。素晴らしい、マスター空腹ではないかな。私は聖杯を得ることはできなかったが、あの時確かに尊いものを目にした。それは騎士ギャラハットが有する光であり、未来を示す希望であったのだと私は信じている。今も